平野啓一郎氏、埼玉県の留守番禁止条例に子育て世代は住めないだろう。作家の平野啓一郎氏が9日 X を更新、埼玉県議会に提出された子どもの放置を禁止する条例案について言及した。自民党の埼玉県議団が提出した子ども留守番禁止条例案が話題となっている。小学3年生以下の子どもを一人で留守番させたり、公園で一人で遊ばせたりすることが放置置き去りとされ禁止となる。平野氏は同条例案を伝えるニュースを引用し、家族という存在に対する保守的なイデオロギーが背景にない限り到底発想できないような非現実的な条例案と指摘。さらに登下校さえ子ども同士でできないとなると子育て世代は住めないだろう。東京に通勤するために早く家を出る人も多いだろうにと疑問を呈した。 SNS では反対意見がほとんどだが、このままだと13日にも成立する見通しだという。